ノルディック複合。ノルディック複合は、冬季スキー競技スポーツの一つで、クロスカントリースキーとスキージャンプという二つの、ノルディックスキー競技を組み合わせて競う競技である。ノルディックスキーコンバインドとも言う。クロスカントリーでは持久力、ジャンプでは瞬発力が必要で、総合的な運動能力が求められる。冬季オリンピックの競技種目である。スキーの複合競技には、 アルペン複合もある。日本は1988年ガルマリーオリンピック以降に本格的に強化を図り、1992年アルベルビルオリンピックの団体戦で、小木原健二、河野隆則、三方玲一のメンバーで金メダルを獲得する。小木原はいち早く V 字ジャンプを習得し、前半のジャンプでトップに立ち後半の距離で逃げ切るという必勝パターンを、 確立すると、ワールドカップで、個人総合3連覇を達成する。1994年リレハンメルオリンピックでは、河野が、ピーク、とのゴール前スプリント勝負を制し、銀メダルとなる。団体戦では、小木原、河野に、前回大会直前で、メンバーから外れた、安倍正史を加え、2位以下に圧倒的な差をつけに連覇、する。その後、国際スキー連盟は、 ルールの改正を提案。前半のジャンプの本数を3本から2本に減らし、ジャンプのポイントの比重を下げ後半、クロスカントリーの比重を上げるなど、距離重視のルール改正が複数回行われる。そして、日本は、長野からバンクーバーまでのオリンピックでメダルを逃す。この間は、個人では、ジャンプが得意な高橋大斗が2004年3月の、ワールドから8大会で優勝し、 距離が強い小林則人が2006年の W 杯で4位となる。また団体では2009年、ノルディックスキー世界選手権で小林則リヒト、港祐介、加藤太平、渡辺明とのメンバーで優勝する。2011、12シーズンには渡辺明人が急成長を遂げ、初優勝を含む4勝を挙げ、シーズン総合順位でも2位に入る活躍を見せた。 2014年ソチオリンピックでは渡辺明人が個人のマルヒルで銀メダルとなりリルハンメルオリンピック以来20年ぶりとなる日本人選手のメダル獲得となった。その後渡辺明人の弟前と長井秀明、渡辺武博らが対等。ワールドカップで上位争いを繰り返したほか2017年ノルディックスキー世界選手権では渡辺明人が 個人ラージヒルでメダル、渡辺兄弟が団体スプリントで銅メダルを獲得した。2018年平昌オリンピックでは渡辺明人が個人ノーマルヒルで2大会連続の銀メダルを獲得した。続く個人ラージヒルでは前半ジャンプでトップに立つ、好成績を収めたが、後半の距離は3人集団で追い上げた、ドイツ勢に逆転を許し、坂道で 自身のスキー以下が接触した影響もあって5位に終わった。グンダー戦方式では前半にジャンプを行い、そのポイント差をタイムに換算し、後半のクロスカントリーではジャンプの成績が良かった順から時間差で開始する。マススタート方式はクロスカントリーを行った後ジャンプを行う。世界選手権は現在個人のマルヒルグンダー戦、個人ラージヒルグンダー戦、 団体、団体スプリントの4種目が行われている。ワールドカップでは、個人、グンダー戦を中心に行われている。オリンピックでは、団体スプリント以外の3種目が行われる。以前はジャンプを1人2本飛んでいたこともあり、ジャンプとクロスカントリーを2日に分けていっていたが、現在は同じ日に行われている。また、かつては、通常の個人種目とは別に、 個人スプリントも行われていたが、現在は個人種目として、ジャンプ一本距離 10km に統合されている。クロスカントリーを先に行い、全員同時に開始する。クロスカントリーでのタイム差を得点に換算し、2本、飛んで得点の最も高い選手、またはチームの優勝となる。クロスカントリーで最下位だった選手からスタートする。また、 後半ジャンプは飛距離をそのまま得点とし、飛べ型点はないが点灯すると、その分減点される形式となっている。ジャンプを先に行い、後半距離は全員一斉にスタートするが、ジャンプの成績に応じ、回のものほど規定の周回が加算される。先にゴールした順に順位が決まる。2011から12シーズンから一部採用された競技方式。 女子ジャンプ競技は女子選手の増加によって2009年世界選手権より正式種目になったが当時はまだノルディック複合の女子選手の公式大会は存在していなかった国際スキー連盟は2015年より女子選手の登録を受け付けており2017から18シーズンのコンチネンタルカップより女子競技が開催されるようになった ジュニア世界選手権では2019年より競技がスタートし、世界選手権でも2021年大会より正式種目となる予定である。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。